それではダウンタウンブギウギバンドの恋のかけらを解説していきます。これもリクエストをいただいた曲です。デモを撮ってみたんですけど、ちょっとうろ覚えで撮ったので正確かどうか分かりませんということで、まあ大体の弾き方を、解説していこうと思います。でまずまあイントロというか、さっきのがイントロとちょっとした感想なんですけど、まあこれ6弦355弦の34弦5で5弦の5から7へスライド、これを2回で、次これを今度5弦から始めるような感じなんですけど、5弦の35で、次が4弦の2で、3弦の5で、4弦5から7へスライドで、ここで、まあ、こんな感じで、3弦の7をチョーキングして、2弦の8これを適当にで上げて下ろす感じ で次がこういう、まあ、4弦の4弦の4へスライドして1弦3、次そのまんま今度3弦を5へスライドして1弦の5で、5から今度3弦7へスライドして1弦も7、まあ、こういうフレーズ、これも頻繁に出てきます。こういう感じのフレーズやね。で、まあ、これももうね、タブ見てやってもらったら、タブはだいたいそんなやってるような感じで書いたんですけど、まず A メロ、コード進行でいくと C A マイナー C A マイナー FG7、 F を2小節、 G72 小節で、また C A マイナー C A マイナー F2 小節で、 G7 Sus4 で、また G7、 これが A メロになります。で、ここでまあこう合いの手というかフレーズがとかまあこのさっきやっとったような、これがまあ3弦の7をチョーキングしてダウンして 5へプリングして、4弦の、5から7へハンマリングとか、こんな感じでやるだけですね。もうずっとこれを入れてる感じで、で次に二回り目、もう一回 C と Am のところで、今度は2弦の8のチョーキングを入れるやつとか、こういうのが入って、まあそれで G7、 その次 G7 で小指で3弦の5を押さえて刺す方にして戻るとか、あるいは単音でやるとか、まあそんな感じのフレーズが、ずっと入ってる感じですね。まあこの辺は自分でも考えてやってもらえればと思います。まあそれぐらいですね。あとどんなんがあったかな、これとか、こういうフレーズが、B メロ、 B メロじゃないね、 A メロの最後に入るのかな。 A メロが二回しきて、その最後にこれが入る感じですね。まあこれもタブを見てもらってやってもらえればということで、でそうですね、まあ原曲かでも演奏を見ながら、タブと照らし合わせて練習する感じで結構簡単にできると思うんで、
で、まあ基本的なエレキのテクニックというかチョーキングとかね結構使ってるんで、まあそれを勉強するにはいいかもしれません。ということで次 B メロがコード進行 Am、C、Am、C、D7、2小節で G7、2小節でまた C、今度逆なんだよね。今度は C で Am、C で Am、D7、Fm、C かな、なんかそんな感じのコード進行なんですけど、でこの B メロのところでまず Am のところでこの、2弦の5と3弦の7のチョーキング、これをダブルスポストップで、3弦の7はチョーキングで2弦の5はそのままで、次それを 1,2,3,3 つ移動して8と10、また 7,5 また8と10、8と10、反対ね、5,7,8,10,5,7,8,10 と、まあそんな感じでまたこれが入りますと。でエンディングのやつが B メロがこう入って、でまあ目新しいようなフレーズっていうのはないんですけど、この D7 のところで、みたいなのが入ってきます。まあこれも簡単ですんで、タブを見てやってもらえれば、でまた次に回って、で今度はこの1弦の10と12、これがあります。でまた D7、ですね、まあ最後だけもう一回やっときます。まず B メロのところから、ということでここで終わりになります。まあ、分かりにくいかもしれませんが、まあ、タブと原曲照らし合わせてやってもらえればできると思うんで、以上になります。